奈良少年刑務所のお話をしたいと思います。意外と私ここのね話ねしてこなかったんですよ。っていうのはね、嫌だからです。奈良少年刑務所というところがもうなくなりましてね、高級ホテルに変わるそうなんですが、行ってみたい気もするし嫌な気持ちもするんです。ここあんまり思い出したくなかったところが、まあ私の非常に親しい人からですね、ちょっとこの本読んでみてくれよということでね、手に取ったのが空が青いから白を選んだのです。奈良少年刑務所詩集、梁美智子先生、私はご存知ないんですが、梁美智子先生がこの編集している新潮文庫から出ているものなんですが、これを読まさせていただいてびっくりしたのは、写真、白黒の写真が奈良少年刑務所の私が、収監されてた時のまま、特に部屋の写真が出てたのを見てね、私はねもうちょっとね恐怖というかね、と思いましたね。まあただ私が行っていた時よりもだいぶ新しいので多少違うんですが、これを見ていった時にフラッシュバックのようにね思いましたね。もうねひどかったな、これ本当に。なんていうのか、その当時の刑務官とか収監されてた人たちも思うかもしれませんが、あんなものが強制教育というか刑務所であっちゃいけないんですよ。刑務官たちは何もしないんですよ。要するに懲役が懲役に指導させるって腐ったようなあのやり方なんですよ。先輩という、おかしいでしょ。刑務所に先輩もクソもないですよ。わけのわからない長くいた人間が指導するという、こんなバカな話はないですよ。まあね、刑務所のことを文句言ってもしょうがないんですけど、ここの一番おかしいのは、要は先輩と称する前にいる年齢が上とか下じゃないですよ。それらが侵入を指導するって腐ったようなやり方をするわけですよ。まず後の侵入が入ってくるまでは全てのことをやらなきゃいけない。一番私が思ってて、後でこれ答え合わせができたので分かったんですが、配食っていうのが、まあ皆さん想像すると給食センターのあのバッカンみたいなシルバーのもので行って配食係が配食するわけですよ。それを全部その汁物皿っていうものを使う、回収した後に作業が始まってるんですよ。作業が始まってるんだけども、侵入とするされる一番後に来た人間が次が入るまでずっとその洗い物をするんです。私は溶接工場になったんで、冬でもその溶接をした後に足を洗ったりするところでその食器を全部並べて一旦全部洗うんです、ピカピカに。でその先輩と称するやつが見て、ちょっとの汚れ、ちょっとのことでもそれに対してケチをつけて洗い直させるということです。ただ私は単純に考えたのは、水上というところがあるんだから、ここまでしなくてもある程度の汚れを取って、残飯は別にしておけば向こうできちんと消毒洗浄するはずだから、ここまでやる一つがない。皿一つ、お玉一つ舐めるように見てダメだダメだ、そのお玉で殴られたこともありますよ私。だからこれが洗脳されて、そういう伝統でそういう風だ、刑務官もそれ見て何も言わないんですから、あこういうことなんだ、今思ったらおかしいですよ。でみんなそれに耐えてきたんだって言ってるわけですよ。で後になって出所した後に名刑とかで、その水上、私はそのそういうところに行けなかった水上の人間に聞いたら、いやこれな、一生懸命、なんとか工場って言う、なんとか実習って言うんですよ。なんとか実習とかって言う、実習場って言うんですよ。何が実習場だろうこのと思う。実習じゃないですよそんなもん。なんとか実習、1実習とか2実習、2は長いか、3がなんか床屋でなんかそんなんだったと思いますけど、でそこで洗ったんだって言ったら、そんなことして何にもならんよって、水上できちんと洗ってるから。じゃあ無駄なことをやってるわけですよ。だから本来は懲役ってそういうことするわけじゃないんですよ。懲役刑なんで働かなきゃいけないんですよ。そういうことを、いじめみたいなことをずっとさせて、そういう風にして洗脳して言うこと聞かすようにする。そうすると刑務官は楽ですからね。だいたい入った時からおかしいんですよ。侵入でまず入って移送されて、要するにドイツ官房で5社まであって、それ上下上から見えるように真ん中に通路に穴が開いてる。まあこれ本当に写真、これお買い求めて見てもらえればわかるんですけど、ドイツ官房っていう放射状になってるんですよね。だからもうむちゃくちゃ効率の悪い、日も当たらない、風通しも悪いって最悪の建物なんですよこれ。明治の頃から建ってるね。どんだけの人が苦しんで、どんだけの人が死んでったんだって思うような、本当にそうなんですよ。だってそこで言ったのは、朝は朝干し、夜は夜干しって言って鉄球を足にくくりつけたいわゆる当時の囚人が作業するのにそうやって出てったっていう風なんですよ。その説明を受けてるんで、懲罰は土のところの牢に入れられてみたいな、そこ見せて、お前らこ
こうなるんだぞなんて言われましたからね。食事をどうやって入れるかって言ったら下から、もう下のところの腕が一本通るぐらいなんですよね。だから外が見えないようになってるし、そっから配食をすると手出せ手出せって言うわけですよ。手出せって言うから、そんなとこから出していいのかと思うじゃないですか。こっちは食器庫から手出すなんて言ったら、もう懲罰もんだけど、手出せって出さないと出さんかとか言われて、うわーっと出すと、出して早取れとか言うわけで、で汁物も出すとわざとこぼしていくから、こぼすと落とすから、もう熱くても耐えなきゃいけないですよ。で、そんなもの言ってるから、私は、あ、ここの刑務所っていうのは職員がやるんだ、へーって、少年刑務所ってそういう風なんだなと思って、後で聞いたら、それ違うところの工場の懲役が配属してるわけで、見えないから、こいつらにそんなこと言って、これを見てる担当は当たり前にしてるわけですよ。そんなもの言いやないですよ。我々名警から来たようなやつはこうやっていじめるわけですよ。そういうおかしなね。で、うっかりこぼしちゃったり、汁なんて本当に半分ぐらいこぼすっていうようなことをしてるわけですよ。後に後々になって、私言ってそれだいぶ改まったみたいですけど、おかしいでしょって、これって。で、私の時なんてそんなようないじめというか、そういうもんだ。途中で私がまあ長くなると、こういうのはもうやらないようにしましたけどね。こんなのおかしいでしょ。それは当たり前のようにしてた。もうこれ、なんかあったら本当法務省関係の人に言いたいよ。これ一体何だったんですかって。まだ私は名警の分類センターの訓練は一定のことはわかるんですよ。集団行動訓練って言って、更新をやるなら、更新をやらされるって言ったら、あくまでもそれはわからなくはないんです。証拠番号、氏名、ずっと言えとか、例えば着るものが、あの汚いものが出して服が小さいですって体に合わせろって、もう仕方がないとは思うんですよ。ボロが来るのは、それは時期が経っていけば、覚えていけば、そんなに過酷でもなく、ご飯を残すなとか、いや、ひどいですよ。めちゃくちゃひどいけど、私は奈良少年刑務所の処遇の方のが人間的にひどい。要するに、刑務官に言われるならまだわかるんですよ。なぜ懲役に言われなきゃいけないのかっていうことです。おかしいですよね。それを当たり前のようにやっていって、先輩って、刑務所、先輩と言わなきゃいけない。なぜ懲役を受けた人間に、先輩と言って、立てますって伺って話を聞いて作業をしなきゃいけない。技官とか、そういった人たちがいるわけだから、その人たちから指導を受けたり、外部の人から言われるならわかる。なぜ刑務官ではなく、懲役に指示され、指導されなきゃいけないのかということですよね。こんなおかしなことがあってはならない。